私自身インシムを使い始めたから本当に便利だし、時間の節約にもなるっていうのが本当にいいなって思っていて、しかも日本から海外に着いた時にもう飛行機着いた瞬間にも心配してくれている家族とかにチャットとかしたいじゃないですか。今着いたよって言いたいじゃないですか。インシムボタン一つピュッてやるだけですぐインターネットが入ってきてチャットができるんで、それもすごくいいんですよ。味を占めてしまって、もうどこの海外に行くにしても一生これから海外旅行の際にはポケット Wi-Fi とかノーマルシムを使って旅行することができないなって思うぐらい本当に便利なんです。飛行機で現地に着いてポケット Wi-Fi をカバンから出してセットして、パスワードを入力してSIM カード差し替えたりしてっていう、この時間が一番もったいなくないですか？その時間を節約して旅行自体に時間を割きたいですよね。事前にオンラインで予約して空港でピックアップして、その国に飛行機で着いた時に自分の携帯に高額請求がいかないようにデータローミングをオフにしたり、そもそもそのローミングオフにするのがよくわかんないからもう SIM カード抜いちゃおうって、飛行機の中でこうちっちゃいピンセットを使ってこう SIM カード抜いて、この SIM カードなくしたらやばいからって言って保管してみたいな、全部ずっと持ち歩いてこれなくさないかなって思って心配になったりとか、日本の空港に帰ってきてからも返却しに行くっていう作業があったりとか、もうこの一連の流れめんどくさいですよね。私も同じことをしていたのですごいわかります。このめんどくさい問題解決したくないですか？これから留学に行かれる方、旅行に行かれる方、わかります。私も最初そうでした。でも大丈夫です。手間を全部省くことができるのがこの eSIM です。ポケット Wi-Fi ではなく現地の SIM カードを調達している方もいるかと思います。私も約4年間ヨーロッパに住んでいる時に4カ国の SIM カード、デンマーク、スウェーデン、ドイツ、日本の SIM カード、4つの電話番号を同時に使っていました。ヨーロッパを周遊する際に SIM のプランをいちいち気にしたりとか、デンマークにいるからデンマーク、スウェーデンにいるからスウェーデンってこういちいち差し替えたりするの、あとちっちゃい SIM カードの保管、もうこれがもう全部すごいめんどくさかったんですね。ビザの申請と同じぐらいのストレスがありました。私自身ポケット Wi-Fi を最後に使ったのは5年前デンマークに家族旅行に行った際なんですが、ポケット Wi-Fi は複数人友達で旅行に行ったりとか家族で旅行に行ったりとかするときに不便かなっていう風に感じていました。例えばお土産屋さんで自分はこっちのコスメ見たいけど、お父さんはこっちのお菓子を見たい、お母さんはこっちの洋服を見たいとかなった時に、そのポケット Wi-Fi を持っている人から離れてしまうと、はぐれてしまった時に連絡が取れないっていうデメリットがあると思うんですね。私の家に限っては弟がその時ポケモン GO にめっちゃハマってて、ポケモン GO をずっとしてたことによって私たちが持ったデータがなくなるっていう事件があったりとか、そんなことがあってヨーロッパに住み始めた時にはもう現地 SIM しかないと思って現地の SIM カードを契約して使っていたんですが、もうこれが本当にめんどくさい、もう本当にめんどくさかったんですよね。でなんでかっていうと、デンマークで使っていたライカモバイルっていう SIM カードも本当に100ギガで3000円ぐらいで、もうマジで安かったからすごい良かったんですけど、この契約する前のセットアップもう全然わかんなくってすごく難しかったのを覚えていて、コペンハーゲンに滞在している時にオーストラリアに旅行に行ったことがあるんですけど、デンマークにいる時に使っていた私のライカモバイルの SIM カード、例えば私がコペンハーゲンからオーストラリアに行く際は特に差し替えの必要もなく、何もしないで飛行機で機内モードにしてから、まあ、オーストラリアに着いて、まあ、それをオフにして、まあ、ローミングオンにすれば使えるすごい便利なものだったので、現地 SIM の中ではすごい使いやすいものだったんですけど、一回すごいでかいトラブルがあって、まずデンマークの SIM カードを使っている時にオーストラリアに滞在していて、その滞在期間がすごく長かったので、その途中でドイツに遊びに行ったことがあるんですね。その途中で電車でオーストリアからドイツに向かったことがあるんです。でその時はオーストリアからチェコを通ってドイツに行くっていうルートを使っていたんですが、オーストリアからチェコに入った瞬間、その国境を越えた瞬間に私のデンマークの SIM がもう完全に機能しなくなって、私の SIM カード使える風にはなっているっていうのは知っていたので、そんな問題起きるはずがないんですけど、そこで完全にインターネットがなくなって、チェコからまあドイツまでは一応そのもう電車内の薄い Wi-Fi でなんとかやりくりをしていて、でもドイツに行ったら Wi-Fi インターネットがなくなってしまって、もうなんか Google マップを使うにもネットがないから使えないという状況になり、
すごく苦労したんですね。でその後滞在先に行って Wi-Fi をつないでそのライカモバイルにこうコンタクトをするんですけど、もうカスタマーサービスの人がもうひどくて、私こうやって困ってるんですよねっていう風にすんごく丁寧にお話ししても、なんかもう全然話聞いてもらえないし、あのカスタマーサービスなんて言うんですかね、あのカスタマーサービスで逆切れされて、なんでそんなこともわからないんだみたいな感じの体で来て、でも私チェコでインターネット使えるって聞いてたんですけど、どうすればいいんですかねっていう風に聞いても、なんかずっと切り続けられて、もう気持ちもすごい落ち込んじゃって、そんなこんなでしょうがないからドイツの SIM カード買うかってなって、ドイツのリドルの SIM カードを購入してセットアップしようとしたら、それもそれで大変で、 SIM カードの登録は全部ドイツ語だったので、もうそれも全然わかんないし、で顔認証もしなきゃいけなくって、リドルの SIM カードの会社の方からビデオ電話が来て、あなたはユズですかっていう、なんか認証しなきゃいけなくて、もうとにかくセットアップに時間がかかって大変だったんですね。リドルの SIM カードもそのプランを選べば他の国でも使えるっていうことで、もうその時からずっとドイツの SIM カードをデンマークに帰っても使っていたんですが、ここでまた災難が起きるんですね。私がスウェーデンで大学院を始める際に、住所登録とかそのパーソナルナンバーっていう言われる個人番号を登録しなきゃいけなかったんですが、プリペイド型ではない限り自分の住所を持っていないと月ごとのプランを契約することはできないんですね。個人番号を登録する際にスウェーデンの電話番号が必要で、でそのスウェーデンの電話番号を登録するためにはスウェーデンの SIM カードがないといけないという風になって、ドイツの SIM カードがこれから使えなくなってしまって、まあ、仕方なくスウェーデンの SIM カードを登録したんですが、まあ、現時点でこれ3つ目の SIM カードになりますよね。最初は別になんか複数 SIM カードを持っていても別に問題ないかなって思ってたんですよ。でも後から気づいたんですけど、トップアップスタイルで事前にお金を入れといて、そこからどんどんデータを使っていくっていうスタイルにすると、一つ一つの SIM カードに微妙にお金が残ってしまって、最後そこのお金がなんかどうしようもなくなってしまうっていう問題があったりとか、例えばペイパルで自分のスウェーデンの電話番号でレジスターして新しい携帯にした時に、ペイパルにログインする時の電話番号認証で今契約月プランを払っていないスウェーデンの方の電話番号に4桁の暗証番号を入力してくださいとか言われた時に、あ、今あっちのプラン使ってないってなった時とか、ヨーロッパに住んでいて帰国してから日本でそのアプリを再ダウンロードしたりとかアップデートする時に、やっぱりセキュリティで電話番号認証があるので、その時に昔の電話番号、デンマークとかスウェーデンの時の電話番号にパスコードを送りましたって言われると本当に詰むんですね。私の動画を初めて見てくださっている方、いつも見てくださっている方、ありがとうございます。こちらの動画が役に立ったと思ってくださった方、ぜひいいねボタン、高評価ボタンをお願いします。これからもこのような動画をどんどん発信していくので、ぜひこれからも応援してくださると嬉しいです。私の冬休みにはタール航空、ジップエア、KLM の飛行機に乗る予定があるので、その際にも搭乗レビューブログを作っていきたいと思います。ぜひそちらもご覧ください。